あ、これ実は寒いんじゃなくて今制服着てるんですよ、学校の。だからそれを隠してるだけだから別に寒いとかそういうのないんですよ。ただ単に隠してるだけ、パーカーで。確かにな、思ったのよ、夏もこれ着たら絶対暑い。夏どうしようけん、なんか考えとこう。これ着たら暑いもんね、絶対に絶対にこれ着たら暑すぎて熱中症になる。おはようございます。お花ありがとう。エアコンでガンガン冷やす電球代がもったいなくなる。でも夏は暑いからクーラーつけるか普通に。おはようございます。この間のホテルで着たような感じのやつ。おはようございます。冷蔵庫で冷やしたパーカーを着る。あ、なんかでもよくあるよね、なんか。あ、くまちゃんありがとうございます。インディア、あのなんかカチカチに冷えた冷凍冷凍というか、なんかめっちゃカチカチになったパーカーを着るみたいな、ありますよね、競争っていうか時間を計って。あれ楽しそう。扇風機をガンガンかけようか。扇風機、扇風機、え、なんかおかしくない？なんかおかしいんだけど。あれ、なんかおかしい。扇風機でやってるよね。なんかゆっくり読んだらおかしくなった。首がない、扇風機。うん、なんか仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。ニトリとかにある冷たい、冷たい、なんだ隣でパパに寒いギャグをたくさん言ってもらう。配信では無理だけど。おはようございます。おはようございます。
おはようございます。おはようございます。ハートありがとう。交番1000万円、1000万円、両千まや。そう、今日は夜配信ができないので今朝やってます。まあ朝やるときは大体夜できないので、はい、千万両か、円に見えた。千万両。おはようございます。なるほど、部屋の飾り付けを北極みたいにしてビジュアルだけでも涼しくすればいいのか。じゃあ全体的にもう水色って感じで。でも結構水色あるよ、涼しいじゃない。やばい、なんか日向さんがさ、日に当たってるからさ、なんか色おかしくなりそう。やばい、これはまずいぞ。日向さんの色がおかしくなるの、やだ。今めっちゃ当たってたよね、日向さん。なんか背景の色っていうか、背景を季節ごとに色を、色っていうか変えたらなんか良くない？思ったけど今。季節ごとになん衣替えっていうか、なんか良くない？思ったけど。今は夏だけど、私のサイリウムが水色と青だから、あのもうなんか夏っぽくなっちゃってるんだけど。でももっと水色にするわ。じゃったら、何かがいるの、日向さんは絶対に飾りたい。あと貼るとこも。水色の月が増えるのかどうかは分からないけど。怖すぎじゃない？そりゃさすがにないんじゃ。ポニテ長い？あああああ、そうそうなの、そうそうなのって自分で言ってもどうだけど、伸ばしてるから髪の毛。まだ切る予定ナッシングです。確かに怖いと寒くなるね。でもそれでさ、寒くなって体調崩したらやばいじゃん。いけないいけない。うわ、
もうあと4分なの？早くない？髪長くなって肩凝ることなんかあるの？まあ肩は凝ってるけど でもまだ切る予定ないんだよね。へえ、そうなんだ。それはいいね。じゃあ男女呼びます。わなんか順位が変わる気がする。ちょっと待ってよ。いきまーす。13位。難しいな。13位、イチョールさん、ありがとうございます。ああもうみんな変えないでよまあ別にいいけど、本当に変わっちゃったよ。13位、経理担当さん、ありがとうございます。12位、部長増田恭平さん、ありがとうございます。11位、ムトムさん、ありがとうございます。10位、フーさん、ありがとうございます。9位、村上さとしさん、ありがとうございます。8位、スイズミユさん、ありがとうございます。7位、ジンさん、ありがとうございます。6位、まこちゃさん、ありがとうございます。5位 MS さん、ありがとうございます。4位ビッグラブ子さん、ありがとうございます。3位タカピロさん、ありがとうございます。2位妄想貴族さん、ありがとうございます。そして1位、うわ危ない、メガネさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。見てくれてありがとうね、朝から。わかる。なんかフォロワーがさ、なんか急激に増えてめっちゃびっくりしてすごく嬉しい。なんか 10個ぐらいフォロワー、10人くらいフォロワー増えたよね。あかん、あそう、なんか確かめっちゃ嬉しかった。はい、じゃあさようなら。今日も一日頑張りましょう。Bye.明日も朝やります。それな、テロップが出てないので待ちますね。テロップ出たか、この子お姉ちゃんちょっと、あ、来た明日は朝やります。またこの時間だと思う。バイバーイ。よいしょ。